皆さんこんにちは。今回ワンコを連れて、ジャックラッセルテリアのランちゃんを連れて、大阪府の泉南郡岬町の小島自然海浜保全地区に磯遊びにやってきました。この辺りは保全地区2カ所あるんですけど、小島自然海浜の方にやってきました。ちなみに磯遊びといっても保全地区なので、魚や貝などの生物を、捕獲することはできません。罰金か 何か看板に書いてあったと思います。小島自然海浜は浸食された崖や、少し崩れてましたけど、その岩礁からなり、犬の散歩としては足場が悪く少しハードで、ランちゃんはヤドカリが大量に群がる、ちょっと気持ち悪い石の上を一生懸命楽しんで歩いてました。ランちゃん、ランちゃん、余談ですが、海の漂流物に、まあ、たくさんあったんですけど、ボールもあって、まあ、パッと見たら3つぐらいだったんですけど、ジャックラッセルテリアの狩猟の血が騒いだのか、大喜びして仕留める練習をしてました。海は普段は透明度は大阪としては良いらしいのですが、多分ですが台風が近づいていた影響でしょうか、少し濁っていました。ですが大潮だったので、大潮に近かったので、水の引きが大きく、まあ楽しかったです。近くに駐車場はなく、一部の人たちは路肩に車を止め、短時間磯遊びを楽しんでいました。もう一つの、大阪府のもう一つの自然海岸である長松自然海浜保全地区の方がアクセスが良いので、行ったことはまだないのですが、便利かもしれません。地元の人たちが楽しむような大阪府の貴重な自然海岸なので、岬町をハイキングするような気持ちで海岸線付近を歩くのが楽しいかもしれません。また一緒に行こうね、ランちゃん。